こんにちは、速稼塾の久保です。皆さん車乗ってて煽り運転って食らったことあります？なんか後ろの方から迫ってきて、なんかすっごくね近づいて脅してくるみたいな、で幅寄せしたりとかね、あと前に回って急ブレーキとか、怖いですよね。こういう運転ってのはもう非常に悲惨な事故を生むので、まあいろんなところでね、そういった事件を耳にすることがあると思いますけども、固く禁じられてます。もう犯罪ですからね。車間距離をしっかりとって譲り合いの精神で乗っていきたいと思います。私の乗っているこのナイト2000の後ろ姿を見てね、煽り運転してくる人はあんまりいないと思うんですけども、それでもねたまにいるんですよ。そういう時にどうするか、こういったねモデルガンで煽り運転してきた人をこうちらつかして脅すみたいな人がなんかねいるみたいなんですよ。もちろん私はそんなことしないですし、そういうことしちゃダメですよ。これ逆にこういったモデルガンであってもね、こういうので人を脅せば脅迫とか強盗とかとんでもないことになりますので、あくまでもこういったものは行動とかね公のところで使うんではなくって、部屋の中でこっそり見るだけとかね、射撃のできるモデルガンの専門店ですとか、そういったところに留めていただきたいかなと思います。こういうのはねちょっと置いときましょう。それで今回はね海外の動画になるんですけども、なんとねマシンガンで煽り運転した人を脅したらどうなるかみたいなのをねやってるやつがあるんですよ。これはちょっとモラル的にどうかなと思うんですけども、そういうことをしないでくださいねっていう注意喚起のために今回この動画を皆さんに送らさせていただきます。それではそちらの方の動画をねご覧になってみてください。どうぞ。はい、後ろから追撃してくるのが煽り運転です。パッシングしてますね。前の車のウィンドウが開きました。なんか後ろから手出して脅してます。ドライバーさんも困ってますけども、後部シートから出てきた危ないおっさんがなんか、ああこれですね、これちらつかしたら後ろの車が一挙にね去っていきました。うわー、これはちょっとねやらせの動画のような気もしますね。これはねさすがにね、いやすごいですね。ね、怖いですよね。煽り運転する人もそれなりに覚悟があって人を脅すんでしょうけども、煽った相手がねまさかチャカ持ってたりとかね、ダダダダダンと連続機銃操作をしような危ない人だったら、それはね尻尾巻いて逃げますよ。どちらにしても運転っていうのは私たちの人生を豊かに幸せにするものですから、喧嘩の道具ではないですからね。うん、やっぱり車を通じて豊かな人間関係や友達を作る、こういったのはねとってもいいと思いますけども、やっぱりそうじゃなくてね、いさかいとか争いのネタを作るために、ましてやねびっくり動画を作るために車やこういったモデルガンを使うのは絶対ダメですからね。よろしいですかね。じゃあ今回はそんなところで終わりです。じゃあきっと出かけようか。